羽生譲の離婚と新リンクの発表。休息中のハブ、次回公演への期待。フィギュアスケートのトップが描く再始動の一瞬。11月30日、味の素のアスリート支援プロジェクト20周年記念イベントがあり、ハブさんのサポート担当の社員や荒川静香さんらが登壇していました。そんな中、ハブさんはビデオでの出演。10年以上味の素にお世話になっていますし、 当初は現地に足を運ぶつもりだったのではないでしょうか。スポーツ指揮者。結婚からわずか105日での電撃離婚を発表した羽生譲る28。地元仙台でも大きな波紋を呼んでいた。結婚に対する反応は三批半々だった気がしますね。離婚は衝撃的でしたが、仙台市でも夫婦が揃った姿を見た人はいなかったので、少し不思議です。どちらにしろ私たちとしては、 ハブ君が仙台にいてくれるだけで嬉しいですが、仙台市に住む女性、世間の注目が集まり、親族が取材に応えることも増えた一方、ハブ自身は活動を控えているようだ。フィギュアスケート関係者は言う。現在、全国3都市をめぐるアイスショーツアは、RE、プレイの真っ最中ですが、実は11月5日の埼玉公演以降、年内は丸々お休みなんです。 今のところ表舞台に立つ予定は一つもありません。昨年のアイスショー、プロローグでは11月に横浜、12月に八戸と連続で公演していたので、今回も難なくできたはず。この休みは意図的に儲けたのだと思います。年末まで約56日の冬休み。本来ならハブは楽しいスケジュールを詰め込んでいたのだろう。長期休みのうちに、結婚式や海外でのハネムーンも考えていたかもしれません。 19年のクリスマスは、母方の祖父母と3人で温泉旅館で過ごしていましたし、今年も顔合わせを兼ねたパーティーを予定していたことでしょう。さらに12月7日には、ハブさんの29歳の誕生日もあります。結婚生活が続いていれば、仕事を忘れて、元妻 A 子さんも含め家族に祝ってもらう一日になっていたはずです。全室スポーツ指揮者。ただが、離婚で計画は白紙に。 急遽生じた空白期間を、ハブは抜け殻のように過ごしているそうだ。味の素のイベントをはじめとして、公の場に直接現れない日が続いています。気力が落ちているであろう今は、その回復に努めているのかもしれません。全室スポーツ指揮者。実際、離婚がきっかけで食欲不振にも陥っているという。ハブの祖母は、メディアの取材にこう語っている。娘、ハブの母によれば、ユズは、 もう精神的に参っていて、ご飯も食べないで、ということでした。現代ビジネス。11月22日配信。心身ともに疲れ果てたハブ。昔から望んでいた、ある計画の指導にも体がついていかないようだ。11月28日、多目的施設、ゼビューアリーナ仙台内にスケートリンクが開設されることが発表された。これはハブの夢の一つだ。練習拠点である、アイスリンク仙台以外に、 市内に通年型のリンクがなかったことに、ハブは何度も苦言を呈してきた。世界のトップを目指すということに関して言えば、仙台だけじゃなく、県内、東北全体的にフィギュアスケートを本気でやって、世界のトップを狙える設備は整っていない。18年4月22日、平イ五輪ン金メダル祝賀パレード後の会見。念願の、ユズリンクにも足を運べず、長年アイスリンク建設を訴え続けてきた。 仙台市議会の佐藤正明議員はこう語る。もともと市内では建設に慎重な意見も多かったのですが、世界各地から問い合わせが多数来たのです。役所がここ1年半ほど、ゼビオ側と粘り強く交渉してくれたようです。私の提案から結実をすることになって本当に嬉しいし、EK の着地をしたなと思います。プロを目指す人たちの練習リンクということで、死を挙げて、 スケートを盛り上げていくイメージです。ハブさんが仙台に残れる土壌をしっかり作れてよかった。でも今まで苦労してきたアイスリンク仙台にも今後心を砕いていくべきだと思っています。前室のフィギュアスケート関係者は言う。新リンク会見の2日後、アイスリンク仙台は来年4月から2ヶ月間の改修工事をすると発表しました。文書には、 羽生結弦様より頂戴いたしました多額の寄付金を使わせていただくという一文があります。羽生さんは両方のリンクを大切に守っていくのでしょう。念願を実現した羽生だが、発表会見には姿を見せず、心なしか痩せた顔でのビデオ出演にとどまった。ゆずリンクとなると、死が羽生さん個人のためにお金を使って施設を作るように見えてしまう。それは良くないし、本人も望まないので、あくまで公共施設として、 PR のためにハブさんを強くお知らさず、動画という形にまとまりました。前室佐藤正明議員。今回、離婚直後の自分が目立って迷惑をかけてはいけないと思ったのだろうか。ハブが一時利用していた、テクノルアイスパーク八戸の坂本久奈夫館長もこう話す。離婚発表の前にアイスショーをやっていました夢、ね。辛い思いがあっても、お客さんの前ではプロに徹していて、大変立派でした。 今回のビデオメッセージも同じです。本当は心が沈んでいたんでしょうけれど、その状況でも出演を引き受けたのがすごいです。それだけスケート業界の発展を考えているのですね。巨大状態の中、力を振り絞って動いているハブ。完全復帰はいつになるのか。次にハブさんが人前に立つのは来年1月、佐賀での公演です。これがおそらく、離婚発表後初めての公の場になるかと思われます。 困難を何度も乗り越えてきた彼なら、調子を整えて、見事なショーを見せてくれるはずです。全室フィギュアスケート関係者。新年は、新規一転したハブの晴れやかな滑り出しに期待したい。女性自身、2023年12月19日号、コピーライト byhttps.com スラッシュスラッシュ事前、jp スラッシュ。